僕友綱部屋親あの極東親方とやっぱり最初あのチャンゴ食べに行くその約束してたんだけど、そこで行くよって言ったら、まあただ電話だけで、まあ、実際問題は僕はそう思いましたけども、なん怪我も何もないし、この大きいことを起きてから俺もあなたのこともちょっと何なのと思ってた、ね、これは事実なんですよって言ったら、いやでこのままモンゴル帰ってるも何十マスコミが待ってから何かのその証拠とかあるんですかって言ったら、いやそれもあの全部ありますんで、まあまあ場所中に出したくないんじゃないと思うんだけど、まあ、その前にあの何度か副所長に帰る前に何が証拠を果たすようにちょっと努力しますから、まあ、親方に教会をもらうのか、うん、それが何が私考えてると思うんで、そうしないともうモンゴルで彼も帰れなくなっちゃう、うん、帰ったら大変なことになっちゃうって感じになってますから、ね、ということは徳秀山さんは高野宮崎に話を聞きました、うん、その話はもう全て真実だというふうに信頼はしてますか？な、僕はあの本人からあの、うん、ハルマ夫人にも電話かけたし、うん、僕もハルマ夫人も相撲協会に入れた、そのもうあの局所山基金で相撲協会に入れてますから、ハルマ夫人も本当を守りたくて、やっぱり相撲取ってもらいたい立場もあるけど、はいはい、まああの彼にも電話した。どっちでもあのみんなマスコミ見て、まああの誰がかかってくるか、僕もあのテレビ出てるから、うん、誰があのかかってくるのかなと思って待ってるんだけど、まああのハルマ夫人またかかってきてないんだけど、あの鷹の岩からかかってきて実の問題じゃ言いますってことになってるから、うん、僕はあの今のところは信頼してる。ただあのその現場の本当のそのもう最低でもその頭をその切れてるその針を打ってるその証拠だけくれればもうそれはもう別に問題ないんじゃないかと、それで僕モンゴル帰ればね、うんうん、よくわかりました、うん、今日はいやこの後も、はい、この後も話を伺います。一旦お知らせをご覧ください。